っていう楽器、うん、今日小山どうしたんだあいつ。なんかね、有給申請して有給取ってるんだって。何それ有給って、うん、僕もさっき聞いたんだけど、今日撮影なのじゃん。撮影なのに有給取ってんだよ。バカなんじゃねえのあいつ。回ってもいないのにさ。そうだよな。するそんなこと。なんだよあいつ。それでさ、自分が主役だ主役だっつってさ、前に出てくるじゃない。そうだよな。ね、でランディがさ、センターに座るとさ、え、自分センターじゃなくていいっすかみたいなさ、毎回言うじゃん。あれ新鮮だよ。ちっちゃいんだ本当に。しょうがねえじゃんな。ランディが真ん中なのはコスチュームのバランスとかさ、キャラクターのこととかあって別にランディは主張してるわけでもないし。そうなんだよ。これ仕方ないんだよな。仕方ないんだよ。でもあいつやきもち焼いてんだよ。そうバカだね、小さいし。でもさ、ランディ、うん、小山さん知ってる？何？黄色だとか、うん、オレンジだとかさ、うん、黄緑だとか派手なさ、はいはいはい、蛍光色の T シャツとかよく着てるじゃない。着てるね。あ、まあやっぱ目立ちたいんだよねあれね。いやってもね、目立ちてんだよそうなんです。でもね、あんな派手なの着てながら、うん、小山さんは顔着ないんだよね。普通さ、グループのリーダー的存在ってやっぱ赤じゃない。まあ大体そうだよね。で戦隊ものだってね、うんうんうん、赤が来るしさ、うん、でもね小山さん赤はね目立ちすぎちゃう、主張しすぎちゃうっていうところで遠慮してるんだって。地球赤だな。赤は着れないらしいよ。ダッセーな。ダサいんだ。普通に考えてもさ、あんな蛍光の黄緑とかなんか黄色とかよりも赤の方が無難じゃん。そうなんだよ。関係ないとしてもさ、ね、だけどあいつ変なとこそういうの意識してるから着れねえんだ。着れない。どうしようもない。バカなやつだな。そうなんだよ。だからちょっとねずれちゃってるよね、その感覚的なところもね。この際さ、あいついねえからさ、うん、2人で撮ってさ、うん、撮りまくって回そうよ。その方が多分回るぞ。動画回しちゃう。そうだよ。あいついねえよ、回るよ。あ、小山さんショックだろうなそれ。回っちゃったら。いやでも確実にそうでしょ。だって回ってないんだもん今まで。まあね、トークのね、回しも下手だし。だってあの TikTok のあいつのほら、うん、顔のやつなんじゃん、すごい顔がこんな顔のね、エフェクトのあれなんか自信満々にこれはバズるよって言ってたんだあいつ。でもさほど全然回せねえんだよあいつ。さほど回ってないよねあれね。あれ普通の人の変顔がよっぽど面白いじゃん。全然面白いと思うよ。ランディの変顔の方が回ってたじゃん。そうだよね。義務を果たさず権利を主張ですから、やることもやらずに。そうだな、休み取ってさ。アッキー難しいこと言うね。あ、そうかな。まあでもいい言葉だな。あ、そうだよ。ちょっとメモっとこうかな。ランディもそうならないようにさ、山本君だからね。ちょっとうるさい。あ、おはようございます。あ、ヨコちゃん、ありがとうね。おー、ヨコちゃん、ゲロマブだね。ゲロマブって言う今。なんで？いつの時代よランディ、ゲロマブとか。それ、ヨコちゃん、洋服、おにゅおにゅ違うの？おにゅじゃない。いやおにゅじゃないね。めちゃめちゃ、すっげーナウいよね。久々に聞いたナウイって。ナウイ。ちょっと待つ。ごめん。ナウイって。ヨコちゃんわかんないよね。ヨコちゃん。それお兄じゃないんだそれで。違う。そうか、ヨコちゃんさ、今夜空いてる？空いてる。ランジさ、奇跡的に今夜だけ空いてんだよね。こないだも空いてるって。ちょっと黙って。ごめん。いやめちゃくちゃラッキーだねヨコちゃん。じゃあ、ラッキーじゃねえの、ヨコちゃん。ちょっと黙ってやろよ、本当に。ごめんね、ヨコちゃん。じゃあ、ヨコちゃん、今夜さ、シースーでいい？シースー、業界人だね、もう。カーディガンこうやってる人が言うやつだよ、それ。そうなんだ。そうだよ。ランディはこれで当たり前なんだよ。古いな、人間が古いね。じゃあ、今日、シースーにしようよ。シースーだって誰、払えんの、ランディ。デスクが払うの、それ。ちょろいもんだよ、何言ってんの。ちょろいもんあるの、大丈夫？問題ない。
ないや。ごめん。じゃあちょっと先予約しようね。予約する寿司屋なのね。そりゃそうだよ。そりゃそうだね。女性と行くんだからね。当たり前だろ。当たり前だよね。よかったね、ゆうちゃん。美味しいお寿司食べれるよ。なんで唇舐めてんですか。しもしも。あ、ノラだね、もう。ランディですけど、ランディ、今日予約2人お願いします。いつもランディ座ってる一番奥の夜景見えるところあるでしょ。横ちゃん、ね、そう、そこ。そうです、夜景の見える寿司。あ、時間はその時間で大丈夫。はい、じゃあよろしく、さよなら。いや、すごいとこ予約してるね。オッケー、シースロー取れたよ。スシロー、スシロー、夜景の見えるスシローってどこよ。やらないの。三浦海岸って遠いな。遠いな。すごいんだよ。三浦海岸まで行くの。オーシャンビュー。オーシャンビュー、物は言いようだねな。いや、すごい綺麗だよ。でも、スシローでしょ。ねえ、まあ、そら、横ちゃん。横ちゃんもなんか、いやいやいや、そうじゃないよ。すごい寿司だと思う。そんなことないよ。ちょっと黙れよ。だって、切れてるんだよ。回ってるんでしょ。当たり前だろ。握ってるやつじゃないんだ。YouTube が回らねえんだから、回るとこ行かなきゃしょうがないだろ。寿司回すのね。そういうことなんだよ。YouTube 回らないからね。横ちゃん、相手なんだよ。横ちゃん、うまいこと言うね、ランディ。ねえ、横ちゃん。当たり前だろ。ちゃんと考えてるんだよ。ちゃんと考えてるのね。そう、あとは雰囲気が大切なんだよ。あ、オーシャンビュー。そうだよ。夜って見えんのかね。イサリビが見えるんだよ。ああ、わかる？イサリビって船のさ、漁する魚釣ってる船のね、そう、すごい綺麗なんだよ。いや、横ちゃんにはかなわないよ。これ、くどいてんのね、横ちゃんをね。いや、別にそういうことじゃない。そういうことじゃない。黙ってて。ごめんごめん。マジで。ごめんごめん。もうほんとなんかもう、ツッコミどころ満載でさ。横ちゃん、気にしないで。もう、やきもちは似てんだよね。いや、横ちゃんの顔見てよ。可愛いじゃん。うん、まあまあ可愛い。大丈夫。そういうことじゃないよ、ランディ。僕最強だ。出た。五条先生出たね。知らんこと。欲しい。何やってるんだよ。ドン引きしてるよ、横ちゃん。喋ってろよ。言ってんだよ。ね、もちろん。ごめんごめん。だからもうさ、うん、今日も薪でさ、撮影終わらしてさ、うん、あ、ヨコちゃん、そういえばその前に競馬ちょっと教えといて。教えないよね。だから LINE じゃなくて競馬。前に聞いてるはずなんだけど、ちょっとランディ聞いてないよね。電話番号聞く口実で。いや、違うでしょ。教えないでしょ、だってヨコちゃんも。なんでよ。え、だってさ、暴風警報とかさ、うん、アラートでさ、緊急事態の時とか、うん、連絡回ってくる時に回さなきゃいけないんだよ。うん、連絡だって先生から田中君に行って、うん、田中君の後佐藤君のとこ行って、そしてランディに来るんだよ。うん、そうしたら横ちゃんのとこに連絡しなきゃいけないんだよ。そういう流れなのね。当たり前だろ。次横ちゃんなんだ。そうだよ。何かあった時はこうやって連絡するようになってるんだよ。知らないのかよ。でもそれなのに電話番号は知らなかったんだ、横ちゃんのね。ちょっと黙ってて。そう、だから教えて。ワンコールするから。LINE にしてくださいって言ってる、横ちゃん。OK。これ紙に書いてくれてる。あ、教えんのね、横ちゃんね。OK。今ワンコールしたからさ。なった？なった？なったはずなんだけど。ちょっと携帯見して。いいじゃない、別に。いやいや、確認しないと。大丈夫だよ。執着するね。最強だから。早く見せて。ちょっと見せて。いいからいいから。すごい確認だね。騙されてると思ってんの、それ、ランディ。電話番号。ありがとう。なってた？横ちゃんの。買いますよ。これで安心だよ、横ちゃん。横ちゃんは不安だよね。だって言ってんだよ。
ランディから電話だみたいな。リョコちゃんがさ困っちゃうでしょ、そういう風になんか押し付け的にさ。でもだってランディ余計なことばっかり言ってんだよね。ランディヨコちゃんにいつ電話するの？深夜とかだよ。ヨコちゃんかかってなんでだよ。まず今晩あるでしょ、シスローね。そうだから今日さもう撮影さ適当にもう巻き巻きでさ終わらしてさ、うん、で早めにさもう行く準備するから、で事務所の前にさ横ちゃんポリテ横付けにするから。ポリテじゃねえんだ、ポリテベタ付けするんだ。なんで横ちゃんねポリテベタ付けされてもね。うるさいんだよ。ポリテじゃねえんだ、ランディポリテだよ。それで三浦海岸の、ね、そうだよシスローにそう行って、そう夜景見ながら、そうだこう回ってきた寿司を取ると。ヨコちゃんデザートもあるからさ。デザートもあるってヨコちゃん、よかった。これデザートもこう回ってくるやつだね、これ。何言ってんだよ、うるさいんだよっけ。何言ってんだよ。プリントか。余計なこと言うからだよ。いや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 、そもそもよ、スシロー予約って聞かねえし、直で行くんだよランディ、スシローは。マジ？予約常連みたいな電話のかけ方だったじゃん。今ちょっと出ていく時やっぱやばかったな、うん、怒ってたよ完全に。焼肉だったか。違うと思うよ、そこじゃねえと思うよランディ。安楽亭だったら俺知り合いいたんだよ、すぐ一番いいとこ取れるの。いや安楽亭はファミリーだから女の子連れてくとこじゃないよ。うわマジ怒ってるよ。だって事務所の前にポルテベタ付けされても困るでしょっていうか、ヨコちゃんキーもさ、余計なこと言いすぎなんだよ。いやいやいや、やきもち焼いてんだよ。いやいや、やきもちどうこうじゃなくて、ランディのツッコミどころ満載なんだもん、話が。ああ参ったな。こっちが参ったわランディ。もうアッキー邪魔なんだよね。めちゃくちゃ面白かったけど俺。やめなさいやめなさい。うわ靴脱がないと。でもさ大丈夫だよアッキー、デザートで挽回だよ。いや回ってくるやつ違うよ。デザート何すんの？デザート食べに行くってこと？ランディデザート当たり前だろ。まあ横ちゃんもここで回しとくけどね。おはようございます。今朝の秋にも言ったけど交通事故でバーンと来てビュンと行っちゃったあの車の、ああ足が呼吸いかがでしょうか。最近は雨の日が多いですね。ランディの心は秋晴れです。ランディはいつもいつも寝るときには世界平和を祈ってます。そしてランディは手と手をつないだときに幸せを感じるんです。